申請、サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋の装置を使用することが可能。2B のブラックボックス信号健在。よかった。通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。
だ。念のためここの座標をバンカーに送っておこう。できません。最初のゲート解除。 2B、 そのまま。
まっすぐ進んでください。了解。第2ゲート解除。ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。分かった。出口までのルート確保完了です。ありがとう。報告、トゥービーが大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認。推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。工場システム掌握 20%。 トゥビー、なんとか耐え抜いてください。工場システム掌握 50%。 あとはこのコアさえなんとかすれば 90%。
95 98。電源供給を停止させました。トゥビと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に。永遠に。今のは、月面サーバーで聞いた言葉。どうして？報告、 2B による敵大型兵器の撃破。ああ、そうか、分かった。9S 司令官、すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを？異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に？理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして、どうして死んだんだ、兄ちゃん。どうしてなんだよ。人類がもういない。2B に何て言えば。戦闘配置行かなきゃ。指令員 9S に出撃命令。
レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。Thank you.